マークでブールゴーニュポマースから作られるフランスのマール。損熟成を行ったために着色している。ポマースブランデーとはワイン醸造後にできる発酵後のブドウの残りカスを蒸留したものである。こうして得られたエタノールは伝統的な蒸留酒として使われアニスリキュールのように様々なリキュールに加工される。日本ではポマースブランデーをカストリブランデーとも呼ぶ。フランスでは マールといい、語源は、潰す、砕くを意味したマーチャーの派生後、ワイン用に絞ったブドウのカスを蒸留して作る。絞りカス自体を刺す場合もある。シャンパーニュ、ブルゴーニュのものが評価が高いとされるものの、生産量は、ラングドックがフランス全土の約60%をまかなう。原料は、白ワイン用のブドウを使う場合もあれば、赤ワイン用のブドウを使う場合もある。 アルコール度数も様々。カストリブランデーとは、コトバンク、朝日新聞社、2014年6月11日閲覧、ABCDE 日仏料理協会編、フランス食の自転株式会社白水社、2007年、639ページ。ISBN 978から4から560092026。本丸美子、麻酔和子、山田優子。 文芸春秋編、チーズ図鑑、株式会社文芸春秋、文春新書182、2009年、229ページ。ISBN4 から16から66万182から2。ありがとうございます。